お疲れ様です。250番です。今日はちょっと真面目な話をしようと思います。まあ、内容的にはサブチャンネルみたいな雰囲気の動画になってしまうかもしれないんですけど、発表したいこともね、何点かありますので、えー、まずですね、1点。この僕が今着ている服がですね、エナジーというね、これは曲の名前です。僕がミュージックビデオに出させていただいた曲がですね、T シャツになりまして、 こちらいただきましたので、ちょっと来てみました。で、こちらの曲は YouTube で250番 MV とかでね、検索していただくと、こんな感じのタイトルのね、サムネが出てきますので、まだ聴いてない人いたら、ぜひ聴いてみてください。そしてですね、同じアーティストの方が、今回の展開地舞踏会の応援ソングを作ってくれたんですよ。それはですね、1個前の動画になりますので、そっちも合わせて聴いてみてください。 で、Apple Music の方でもダウンロード可能となってますので、気に入った人がいたらですね、そっちでも配信始まってますので、よろしくお願いいたします。で、まあ話は変わりまして、今ですね、格闘技のイベントをやろうということで、展開児武道会というちょっとした大会を9月の23日に開催予定です。当日はですね、ライブ配信しますので、こちらのチャンネル、よかったらチャンネル登録してお待ちいただければと思います。それで、 この格闘技の大会が終わったらですね次は僕は映像の制作に入ろうかと思ってるんですよ映像を撮りますちょっと完成までは時間がかかるかもしれないですけど YouTube ドラマみたいな感じで続編続編つって何本か撮るか前編後編ぐらいの1時間ずつぐらいの YouTube 映画を撮るかどっちかになるかと思うんですけど次僕が考えてるのはそういった 戦うとかじゃないね、映像的なものになりますでストーリーはもうほぼほぼ出来上がりました続編の中盤ぐらいまではもう書き出しました1話分はほぼほぼ完成してますねこれがですね結構難しいんですよ小説とかだったら書けるんですけど小説と違うところは物語がカットなんですよねシーンごとに分けられてるんですよ。 ここまで進んでいくっていう感じになりますんで、撮るのとかも多分難しいですね。映像の技術的なことはこれから勉強して覚えていきます。で、もある程度もお金もかけますね。100万200万は確実にかかると思います。お金かかってやりたいことがあると僕が以前より言っていたのは、この映像技術のことだったんですね。で、なぜこの話を 今このタイミングでしたかというとですね、天開一武道会で一生懸命ね、一生懸命戦ってくれた方、頑張ってね、目立っていた方、そういった方々をですね、真っ先に次の企画のキャストとして声をかけさせていただこうかと思ってるんですね。まあ別に出たくないよっていう人もいると思うんですけど、うんまあ、だからというわけじゃないんですけど、選手の方にはですね、 ぜひ頑張っっててもらいたいたなと思っております一番目立った MVP の人にはですね、クリスタルの盾が送られますんで、まあサイズ的にはそん,なそんな大きくないんですけどねこん、こんなもんになっちゃうのかな。盾を注文しておきましたので、まあそれは届いたらサブチャンネルの方でこんな感じのものですよって動画撮ろうかなと思ってるんですけど、うん、こんなこと言わなくてもみんな頑張ってくると思うんですけど、僕が 気になったのはですね気合いが入っている方もいればもう自分に負けちゃってる方もいるのかなと思ったんですよどういうことかというとですねまあ練習はしてもしなくてもその人の自由だと思うんですけどまあ僕は練習はしませんとそしてこの大会ひじはないのか何で膝がないんだとそういうのがあれば勝てるみたいなことをね配信で言ってる方がいたんですよ 何人かねそういうこと言ってる人見たんですけどお互いに条件って同じじゃないですかもちろん肘があった方が勝てる確率は上がるんですけど相手も同じように肘があるわけなんでやられる確率も上がるということなんですよねその前に決められたルールの中でやらなければならないし喧嘩だったら俺は強いんだけどなと喧嘩が強いのであれば今回の1分間のルールでも 殴る蹴る蹴一緒なんでもちろん格闘技とは喧嘩は全然違うんですけど喧嘩慣れしている人喧嘩が強いのであれば有効には働くと思うんですよあとは何だろうな絶対自分ならやれるみたいなところにも喧嘩をしてきたのであれば相手と対面して殴り合うということに抵抗がなくなるんですよそこまで僕の場合はですけどね喧嘩もしてきてきるから 別にグローブはめてるぐらい全然大丈夫だっていう余裕があるわけなんですよねそれプラス僕は別に強いわけじゃないから負けて恥かくのが嫌だから練習をしてるわけなんですねちょっとでもその自分の自信の精度を上げるために練習してるわけなんですねもしかしたらってやられるんじゃないかっていう部分を補うために練習してるわけなんですよ別に練習はしなくてもいいと思いますよ別に強制ではない強いのであれば 喧嘩をしてきたのであれば別に何ももやらなくてもいいと思うただしないのであれば、しないアピールとかいらないと思うんですよね。あ練習あしないですよって。だって格闘家じゃねえもんって。もうその人ほどでいいと思うんですよ。それだったらああそうかと。じゃあ当日頑張ってくださいってなるんですけど、そこで、いや肘があればなとか。そしたら勝てんのにみたいなことを言ったりとかして。じゃあこれがなければ負けるのかと。やる前からそんなんでいいのかと。僕はそういうふうに。 思っっちゃったわけなんですよ、ね、でまあその動画を見た対戦相手の方がちょっと調べるなとつまんないんじゃねえかというふうになっているというのも現状としてあるんですね別にね大きな興行とかでもないし YouTube のね企画の一つにしか過ぎないですけどもいつも動画でワーワー言ってたりとか悪口配信とかをしてなんかイメージが悪かったような人でもですねちゃんとジムに行ってたりとか 走り込みをしてたりとか、そういうのを見て僕は本当にやってよかったなと思ったわけなんですよ。だからですね、後悔しないようにしてもらいたいなと思います。あと一週間ぐらいしかないんでね。もう一週間切ったのか。今回出たくても出れなかった人もいるんでね。相手との戦いでもあるんですけども、練習をしたり走り込みをしたりっていうのはもう相手どうこうじゃなくて、自分なんでね。自分との戦いなんでそこは。僕だってね、わざわざね、 もう、ラフォーにまでなって、突き好んで殴り合いなんかしたくないですよ。ただ、やると決めたからやる。もう、ただそれだけなんですよね。自分に負けないように頑張ってください、ね。これは一部の選手に対して言ってますよ。すでに一生懸命練習してる人に僕は何も言うことはありません。偉いなと、感動するなというふうに思っています。ね、さっき言った YouTube 映画とか、YouTube ドラマとかのストーリーの話は、 この先また改めて発表しますとりあえずこの大会が終わってからですねたまにね僕も言いたがりでこんなのができたと誰かに言いたくなるんでライブとかにたまにペロッと言っちゃってますけども改めてまたお知らせしますので僕はですねこれからいろいろなことに挑戦していこうと思っておりますので皆様引き続き応援よろしくお願いいたしますお疲れ様でした